奈良新聞は奈良県の県域日刊新聞。発行部数は交渉10万部。太平洋戦争直後の1946年、大和タイムスとして創刊した。株式会社奈良新聞社が発行している。奈良県の郷土史として県内ニュースを重点に報道している長官単独史。2016年10月26日で創刊70周年を迎えた。 三景リビング新聞社と提携。紙面情報をもらい、主婦層を対象とした、無料タブロイド版生活情報誌、なら、リビングを第1金曜日に発行。三景新聞を、はじめ朝日新聞、毎日新聞、読売新聞の全国誌4紙の長官に織り込み、配布している。また、第3金曜日には、なら、リビングクーポンを発行。 奈良コープ12万世帯に宅配するほか、イオンなど主要、ショッピングセンターに6万部を置き配している。奈良県年間、奈良県高校紹介などを定期刊行している他書籍の発行事業も行っている。毎月1日付長官1ページに掲載。郷土の歴史と伝統を尊重し、県民の利益と幸福の増進に尽くす。不変不当の精神に立脚し、 健全な地方政治と明るい地域社会の建設に努める。報道、言論の自由と基本的人権を守り、公正な世論の啓発に努める。常に内外の情勢に反応し、強度の産業開発と地域文化の発展に尽くす。奈良新聞社では以下の4冊を発行している。基本12ページ立て。大ね関東は、 県内のニュースを中心とした構成で、1から3ページは主に県内のニュースを中心とした社会面、4ページは地方版、地域総合面とラジオ番組表、5ページはテレビ番組表、6.7ページは広告、または企画特集。端末は全国ニュースが中心で8.9ページはスポーツ、10ページは生活面、11ページは経済面、 12ページは主に全国のニュースが掲載されている。会社概要なら新聞デジタル掲載日は不明。奈良日日新聞が休館奈良新聞社と業務投稿へ引く朝日新聞2019年4月5日媒体資料、アドラボラトリー、産経リウィング新聞社なら新聞企画。なお、奈良日日新聞の発行を行っていた奈良日日新聞社は、 本市の広告代理店として事業を継続している。奈良新聞が月1回休館日から働き方の見直し。奈良日日新聞が休館奈良新聞と業務統合へ近鉄ケーブルネットワークエオコーテレビ。ありがとうございます。